国際キリスト教大学は東京都三鷹市大沢三丁目10番2号に本部を置く日本の私立大学である。1953年に設置された。大学の略称は ICU。聖門キリスト教長老派による創設で米国型リベラルアーツカレッジの形式を踏襲している。1949年、御殿場にある i m c a 東山荘で模様された。 日米のキリスト教指導者による会議において、国際キリスト教大学の創設が正式に決定された。高松の宮信人新郎が、設立準備委員会の名誉総裁に就任し、当時の日本銀行総裁である一万田直人が、設立のための募金運動に奔走した。また、GHQ 最高司令官を務めた、ダグラス・マッカーサーも、 大学設置に最始財団の名誉理事長として、米国での募金運動に努めた。日本 IMCA 理事長で、国際キリスト教大学の評議委員会会長となった山本忠興も設立に尽力した。開学に先立って1952年に語学研修所が開設された後、1953年に初大学長として、湯浅八郎を迎え、 一期生198人により、開学に至った。開学当初から、リベラルアーツカレッジとして、教養学部一学部のみを置く。平和、学術基礎、専門知識を統合しながら、日英バイリンガリズムによる、世界基準の全人教育を行うことを教学方針としている。開学50周年を迎えた2003年には、行動するリベラルアーツが、 さらなる目標として掲げられた。また2005年には、米国リベラル教育学会のプログラム認証を受けた。リベラルアーツカレッジらしく学生数は、他の私立大学と比べても少なく、1学年620人程度であり、1000人教員1人当たりの学生数も18人程度である。全学共通科目教育として、語学教育が主軸に据えられている。 4月入学生は、リベラルアーツ英語プログラムと呼ばれる一連のクラスを、入学から約2年間にわたって履修する。その際、トーフルのスコアによりクラス分けが行われる。エラの授業はすべて英語で行われ、論文の読解、執筆をはじめとした、高等教育の場で知的生産を行うための方法論を英語を通じて習得する。9月入学生及び留学生に対しては日本語、 教育プログラムが用意されている。下記には外国語教育としての日本語教育のサマーコースも開講されており、毎年海外から100名以上の学生が参加し ICU で学ぶ。また、大学の講義全体の約3分の1が英語で開講されており、英語圏のみに限らず世界各地から教員が集められている。 2008年度の一学科体制への移行の際に導入されたメジャー性が特徴的である。人文科学、自然科学、社会科学を幅広く総合的にカバーする31のメジャーが設置されている。入学時に専門とする分野を決めずに1.2年時に基礎科目の授業を受けながら興味のある分野を絞り込み2年時の終わりに専攻を決定する。 その際、メジャー、ダブルメジャー、メジャーマイナーの3種類のスタイルのうちいずれかでメジャーを選ぶことになる。また、留学制度が充実している。3年児以上の学生を対象とする交換留学は、現在23カ国71大学と協定が結ばれており、1学年約620名のうち約150名が、 この交換留学制度を利用して留学する。提携校は、香港、アメリカからアフリカ、チリまでと幅広い。また先に挙げたエラーの一環として、C プログラムと呼ばれる、夏季休暇期間の短期語学留学制度も1.2年生向けに設けられている。海外からの留学生受け入れも重視している。元学長の日部屋順子は講述する筑波大学との連携協定について、 アフリカなど多様な地域からの留学生を増やす効果を期待していると述べている。その他の特徴として GPA 制度による成績評価を開学当初より用いている点、年間3学期からなるショートターム制を導入している点などが挙げられる。教職員は原則としてキリスト教徒であることが求められているが、源の良園や奥平安弘など、 ヒキリスト教徒が教鞭を取った例もある。英教育専門誌のタイムズハイヤーエデュケーションが策定したザ世界大学ランキング日本版では国際性や教育満足度などの項目が評価され2019年版で全大学中11位、私立大学中1位に認定された。教養学部は開学から2007年度までは 学校教育法及び大学設置基準と観光に、基づき学科区分の3学科から始まり、その後は教育学科、語学科、国際関係学科の設置で6学科となるが、存在した。しかし、卒業要件単位の組み合わせについては自由度が高く、知識の統合と専門分野を超えた交流が、学科間の垣根の低さにより体現されていた。 学部入学時と異なる分野への興味を持った学生に対しては3年次の添加制度や学科間専攻制度も用意されていた。これらは2008年度の一学科体制かメジャー制度入により発展的に解消された。大学本館は中島飛行機三鷹研究所本館として使用されていた。ICU のキャンパスは学生数に比してかなり広大であり、 緑が豊富である。中島飛行機三鷹研究所跡地を用いている。大学の本館は1941年12月8日に着工された同研究所の本館を改装したものであり、内装も一部に残されている。またチャペル前のロータリーも研究所の遺構である。隣接する富士重工業三鷹製作所も同研究所の跡地を構成していた。 ICU キャンパスと隣接する野川公園も1970年代まで ICU の牧場、ゴルフ場であった。野川公園と接する川の敷地の広大な部分においてあまり人が立ち入らない生物学園修林が広がっている。野生動物も生息しており、数家族のアナグマがキャンパス内に暮らしていることも確認されている。また、 穴熊が毎晩 ICU キャンパスから野川へ出てきて、水浴びをし、衛星を保つ様子も観察されている。正門から中央ロータリーまでは、通称、滑走路と呼ばれる600メートルほどの長い直線道路が貫いている。この道の両側は桜並木で、これが満開になるとあたかも桜のトンネルとなることから、大学近辺では桜の名所として知られている。 学生が授業を受ける本館の前に、通称、バカ山、アホ山と呼ばれる芝生のエリアがあり、学生の憩いの場となっている。大学内の各施設が互いに離れていて、移動に時間がかかることから、キャンパスを移動するための自転車を持つ学生も少なくない。キャンパス内には一つの男子寮、二つの女子寮、一つの国際寮、男女共用の三つの診療。 および2017年に新設された二つのサラサラ寮を有している。新寮とサラサラ寮は男女フロア別であるが、サラサラ寮にはセクシャルマイノリティラに配慮したジェンダーフリーのフロアも設けられ、メディアでも注目を浴びた。サラサラ寮の春行により、2017年度4月現在、全学生の約30%にあたる約900人が、 ICU 内の寮で生活していることになる。また、教員用住宅も整備されており、一部の教員も家族同伴でキャンパス内に居住している。学生を教員住宅に招待し、食事を振る舞ったり、読書会をしたりするオープンハウスというイベントが伝統的に行われる。大学図書館は大学発足とともに大学本館内に設置され、 1960年に現在の図書館本館が米国各派協会とロックフェラー3世からの寄付金を元に建設された。設計を担当したのはフランク・ロイド・ライトの助手として帝国ホテル建築に携わり東京女子大学、聖路化病院などを手掛けたアントニン・レーモンドである。また、1999年にコンピュータ他ニューメディア機能を装備した ミルドレッドトップオスマート書館が南側に増築され、地下には自動化書庫が日本の大学図書館では初めて導入された。学生一人あたりの貸し出し者数が多く、大学ランキング2018年度版の大学図書館の項目では総合評価1位を獲得した。キャンパスの敷地内では発掘調査が行われており、石器や縄文土器などが出土している。美術。 文化財研究メジャーの授業の中には、キャンパス内での発掘作業を行うものも存在する。大学博物館、湯浅八郎記念館では、それらの土器や諸大学長でもあった湯浅八郎が集めた各種民芸品の展示を行っている。大学博物館の設計を担当したのは、東京都美術館などを手掛けた前川国夫である。 大学の敷地内にある建築物群であり、1936年頃、実業家であった山田隆史料の別荘として建てられた。大山荘を構成する建物の多くは移築されたものであり、その中でも、高風巨の一室をなす一条時期は、北海道の名付け親として知られる松浦武次郎によって、約130年も前に建てられたものである。現存する6つの建物、 航空居、書院、待合、蔵、車庫、表門すべてが国登録有形文化財になっている。隣接する東京進学大学、ルーテル学院大学と交流がある。また、中近東文化センターがキャンパスの隣に所在しており、もう少し足を伸ばせば国立天文台へもアクセスも可能である。 国際キリスト教大学高等学校は設置母体を本学と同じく学校法人国際キリスト教大学としており学年の3分の1が本学へ推薦入学する。同校の所在地は隣の小金井市であるが敷地は国際キリスト教大学と隣接している。リベラルアーツ教育の特性上 ICU は学生一人あたりの教育コストが高く そのため学費が高い水準にならざるを得ない。それに対応すべく、大学側では太陽、給付の両面にわたり、様々な学費援助プログラムを用意している。1998年度から始まった大手、金融機関との提携による、奨学融資制度では、大学が保証人となり、希望者のほぼ全員が融資を受けることができる。太陽、返済条件のまぐを広げることで、 学費面の問題解消を図っている。日本国内日本国外交換留学協定校 ICU が交換留学協定を結んでいるのは以下の大学である。海外留学プログラム以下は交換留学と同じく単位認定可能なプログラムである。その他海外研修プログラム上記のほか1.2年生を対象とする海外英語研修プログラムや2年生以上を 対象とするかき留学プログラム、海外フランス語研修、海外日本語教育実習、南アフリカリーダーシップ法チェンジプログラムなどもある。教養学部一学部のみ、アドバイザー制度をとっており、その指導の下で、専門教育及び学際的カリキュラムを組めることが特徴である。学科、専攻の枠にとらわれない、教育、研究と、 一つの専門を深く追求することができる点を合わせ持つ構造である。なお、2008年度から学科、専攻の枠にとらわれない研究、教育という方針を強化するために従来の6学科を統合し、アーツサイエンス学科とした。学生は3年次になる前の段階でメジャーを選ぶ。先週分野を一つだけ収めるという方法以外にもダブルメジャー。 メジャーマイナーの3種類の方法があり、いずれかを選択する。国際キリスト教大学学位規定第3条において、学士の学位は、本大学学則第66条に基づき、教養学部の定める過程を修了したものに授与すると定められている。学科、専攻区分メジャー2007年度までの学科、専攻区分2009年度までの大学院。 区分選考課2017年度までは以下の選考課も存在した。入学時期によって4月入学生試験と9月入学生試験とに分けられる。4月生向け試験としては一般、4月入学帰国生特別、社会人特別の3種類がある。その他、指定校推薦、特別入学選考がある。一番入学者枠が多く設定されている一般入試は A 方式と B 方式の二つによって構成される。A 方式は、総合教養、人文、社会科学、または自然科学、英語の三科目からなり、いずれの科目も多種選択式である。また B 方式は、A 方式に比べて入学者枠は少なく、第一次選考として、総合教養、英語、第二次選考として、個別面談が課される。 総合教養は2015年度より導入され、その形式は15から20分ほどの講義を聞き、それをもとに40から45問程度の問題に答えるというものである。試験、人文、社会科学、自然科学は、同大学の教授が執筆した短い日本語の論文を読んで問いに答えるものである。なお、自然科学の論文については、高校一から二年までの数学、 理科の学習内容を前提としている。一方、9月生に対しては、トーフルや、アイエルツなどの語学試験スコア、サットや国際バカロレア資格など、各国の高校に相当する試験結果や、高校時代の成績、教師からの推薦状などによる、総合的な入学講座が行われている。その他、併設の国際キリスト教大学高等学校からの推薦枠や、 キリスト教主義高校推薦という指定校、推薦枠が設けられている。2009年より一般能力講座がリベラルアーツ学習適正の名称に変わり、100問70分から80問70分に変更された。また、人文科学講座、社会科学講座、自然科学講座、 英語懲戒力及び読解力考査の名称が、それぞれ人文科学、社会科学、自然科学、英語に変更された。2015年度より、リベラルアーツ学習適正は廃止され、代わって、総合教養が導入された。また、その他の受験科目の枠組みも大きく変更された。リベラルアーツ学習適正は、いわゆる知能テストに近いもので、高校での学習の 全範囲をもとにし、数列や図形などから法則性を見つけたり、ランジラン文の文字を入れ替えて、読み解いたりといった問題が出題されていた。アーツサイエンス学科体制以前は、社会科学と自然科学については、理学科第一志望以外の受験生は、選択、理学科第一志望の学生は自然科学必須で、人文科学は全受験生必須であった。 一般入試は近年1日で終わる内容だが、かつては面接試験も含めて2日間を要した。また、センター試験利用入試が2006年度から2013年度まで実施されていた。ダイヤモンド社の2006年年9月23日発行のビジネス誌、週刊ダイヤモンド94巻36号、出世できる大学と題された。 特集の出世力ランキングで、同大学は2006年時点で存在する744大学中、第30位にランキングされた。ありがとうございます。